あー始まってたのかよ。おい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 、誰だよ、スイッチ押したの。あすいません、始まりましたね。はい、というわけでね、えー、どうもどうも、えー、2日ぶり、3日ぶりぐらいかな、ちょっと動画おさぼりしておりまして、申し訳ございませんでした。はい、というわけでね、今日のテーマなんですけども、別にね、悪くないですね、シリーズ。遠藤チャンネルさんのパクリですね。まあまあまあ、俺も遠藤さんみたいな名前なんでね、まあ、後藤さんとか加藤さん的な名前なんでね。 まあ、ちょっとやらせていただきます別に悪くないっすね。豆柴の大群っていうアイドルさんかな女性アイドルグループ。豆柴の大群っていうアイドルさんのね、あのね、大丈夫、サンライズって曲聞いたんですけど、YouTube で。めっちゃいいっすね。なんか、なんかハマっちゃいますね。なんかアイドルさんの曲って元気出たりとか、あの、 まあ,ね、あとこうリズムの感じとかあと女の子の声のここ聞,こ、うん、聞こえ心地っていうんですかあのまあ俺が単純にアイドル好きっていうのもあるけれども「あの豆しょばの大群」の「大丈夫サンライズ」めっちゃいいっすねおめでとうございますあの俺っすね俺っすねってかね俺あの昨日全然あんま寝れなかったんですあまあ寝れなくはないけどずっとね夜中中聞いてました。 うん、同じ曲 YouTube でね「豆柴の大群」あ大群員だな「豆柴の大群大丈夫サンライズもう」同じ曲12回も13回もリピートしてしまいましたやべハマっちまったでもいいね音楽にはまるっていうのはあのいい趣味だと思いますというわけでね「えー、豆柴の大群」のね「大丈夫サンライズ」って曲なんですけどめっちゃいいっす悪くないっすね なのでぜひ皆さんも聞いてみてはいかがでしょうかえー豆柴の大群は TBS テレビのバラエティ番組水曜日のダウンタウンの企画から誕生した日本の5人組女性アイドルグループ、えー、ということだそうですというわけでねもう一回言います豆柴の大群、えー、大丈夫サンライズという曲ですねめっちゃいいっすねむしろ悪くないっすねというわけでねぜひね あのアイドル好きじゃない人もアイドル好きな方もどちらでも大丈夫なんでぜひ YouTube で聞いてみてください、えー、ご視聴どうもありがとうございました別に悪くないっすね遠藤チャンネルさん <laughs> ではさようならバイバイ